一番やっぱり決め手になったのはその会社のやっぱりその成長性であったりとかで何事にも挑戦的な姿勢でいろんな施策であったりあの行動であったりどんどんアクションを起こしていける環境がここにはあるなっていうふうに確信したのが、一応きっかけになります。上司一人一人であったりとか、まあ、同期もそうですし会社の方たち皆さんとやっぱり距離が近いっていうところであの仕事だけの関係ではなくてパーソナルな部分でもすごいあの仲良くなれたりご飯に誘っていただけたりっていうところがまずすごい僕の中ではあのすごいいい環境だなっていうふうに思っていてどんどん自分の思っていることや会社に対してあのこういうふうにあのアクションを起こしたいっていうところですとか、まあ、改善点であったりとかすごいいいところっていうのを、まあ、本当に本音で共有し合える環境がそこにはあってすごい今自分自身も成長を感じられています。なんぼやっていう店舗があるんですけれども買取店になっておりましてでそこであのお客様一人一人 のお持ちいただいたお品物っていうものを査定させていただいてお品物とお客様の間にどういった歴史があるのかっていうところをしっかりとヒアリングしてであのお客様の思い出っていうところもしっかりとあの汲み取った上でのお買い取りっていう形であの接客をさせていただいております。今買い取りをしております。金額ではない部分であの君だから良かったよっておっしゃっていただけた瞬間が今すごく嬉しいですね。まあ、この休憩するこのカフェスペースっていうのを中心に各部署がこう真ん中に集まってこれるっていうところですごいあの顔を見合わせれる環境としてはすごくいい環境だなっていうのを思っていて僕も面接の時にあの来させていただいてやっぱりこういうかっこいいオフィスで仕事したいなっていうのをすごく感じたのでそれがやっぱりある意味やりがいというかあの自分のモチベーションにはなるんじゃないかなと思ってます。うちの社長は本当にもうあの距離がすごく近くてやっぱりその一人一人の社員の方の声であったりとかっていうのを本当に親身になって聞いていただけるやっぱり常に僕のイメージとしてはあのこう表に出さないそのひしひしと伝わる熱といいますかすごいあの闘志に燃えていらっしゃる方なのかなっていうところですごいあのこう見てるだけでモチベーションになるというか、まあ、思いというかもう背中で語っていらっしゃる方なのかなっていうふうには感じています。自分じゃないとできないもの唯一無二の施策であったりやっぱりその存在意義であったりっていうところを今から見出していけたらいいなとは思っていてそこの漠然とした目標の中で社内で唯一無二の存在になりたいなっていうのは常に目標として思っています。アイディアやあのアクション思いっていうものをやっぱり前面に出していけば必ずあのそれを見てくださる環境っていうのは整っていますので何でも挑戦的にあの挑んでいただけるような方たちと働きたいと思っています。当社では就活生の熱い思いや新しいアイディアなどがどん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 と吸収してもらえる会社になっておりますので皆様の入社をお待ちしております。